サディカー、え本日もですね、えここペチャブから元気にお届けしております。えこんな感じのねダム湖になっております。まあ今ですね寒気ですので、まあ今水があんまりねありませんけども、まあ雨季になればかなり水量も増えてくるんじゃないかなという感じのねダム庫であります。はい。 まあここはですね、僕があの購入した土地がね、ちょうど向こう側の奥にね、あるんですけども、そこへも引いてる、多分ね、水になりますね、ここはね。はいで、ここはね、この近隣にこうダムのですね水を供給うまくできるように、これから整備をするというね発表がねありましたね、はい。本日はね えー、ちょっと手持ちでやっているものですから、えー、少し、ね、手が震えるかもしれませんが三脚のですね、えー、ある、えー、器具を忘れまして三脚に、えー、立てられないというねそういう状況になっておりますけども、えー、本日はですねどんなことを、ねえー、お話ししようかなということで考えておりましたけども、えー、<laughs> <laughs> 本日はですね えー、タイの田舎に、えー、住んでみてですね、えー、驚いたこと5つを5つをお話ししていきたいなと思いますまずですねタイの田舎に住んで、えー、とにかくまず驚いたことはですね皆さん結構ね土地持ちだということですはいこれはねちょっとびっくりしましたねはいまああのタイの田舎ですからそのじゃあ資産価値的にね 不動産価値、僕は不動産関係を日本でもタイでもやってきましたけども不動産の価値として考えればタイの田舎っていうのはないということにもなりますけどもそこで生活している方々にとっては作物を作ったりする場所でもありますので非常に価値があるという感じになりますけどもとにかく土地持ちが多いです。 びっくりしますそれもそのまあね日本の田舎もそうかもしれませんけどもまあ、土地が安いっていうこともありますけどもあとはまあ親から代々受け継いできたね、えー、土地をねずっとまあ、えー、持ってるとでそこでまあ農業をやってるっていう方が非常に多いですねでまああのー、1箇所ぐらいかなと思ったらですね、えー、こっちもあっちもそっちもっていう感じで、えー、土地を <laughs> 持っていますね。 持っていハハハそれでですね、えー、うちの、えー、お父さんとお母さん嫁さんのお父さんとお母さんもですね、えー、1箇所2箇所3箇所3箇所,3箇所4箇所ぐらい持ってて、まあ、1箇所売ってですねであのマンゴー畑をね、えー、最近撮影しております、えー、マンゴー畑の方を、えー、購入しております。 はい、ですからまあ、あのー、タイの田舎の土地はですね登記簿等本があるような土地もあれば登記簿等本もない,んです、ね、ないようなね、えー、土地を、えー、受け継いで、えー、いる土地も実際にはあります。ですからまあじゃあ価値があるかっていうとですねなかなかその、えー、例えば日本みたいにこう路線価でね、えー、表示するっていうことはなかなか難しいですけども、えー、とにかく、えー、土地を持っております。 僕は日本でですね自宅も土地もそれからタイでも家も土地も失っておりますのでそういった意味ではですね特にタイの田舎に来て皆さん土地をうちの嫁さんの両親だけじゃなくてですねお隣さんであったりとか皆さんあちこちに例えば6来とか7来とか10来とかまあ その1雷がですねだたい500坪弱ですから、えー、6雷ということになるともう3000坪とかねそういうレベルに <laughs> なっておりますでまあそういう土地でとうがをね作ったりとか、えー、しておりますね、はい、ですからまず1つ目はまず1つ目は驚いたことは、えー、とにかく、えー、皆さん土地持ちだということにびっくりしました。はい えー、次にですね、えー、驚いたことは、えー、タイの方、まあこれ田舎の方に限らずかもしれませんけども、えー、日本人より江戸っ子っていうねそういうことにね対してびっくりしましたね。えー、例えば、酔い腰のね銭は持たぬとかですね <laughs> それから、えー、金は天下の回りのじゃないですけども、えー、そういう感覚の人が非常に、えー、多くてびっくりしました。はい まあこれはまあ田舎というよりもえタイに来てえより感じたことかもしれません。であのー、僕はこの後ろに映ってる車見えますよねこれあの中古でですね何年前だろうもうもう67年前かなにね、えー、中古で買っております、えー、中古でね確か当時26万バーツぐらいで現金一括で買っておりますローンではなくてねはい。 でまあ、うちの,あの嫁さんの双子のお姉ちゃんもしっかりそれから、えー、お父さんね嫁さんのお父さんもしっかり、えー、新車を買っております、まあ、当然ね、えー、ローンで買っておりますけども、えー、当時ですね皆さんお二人とも、えー、車のローンが大変大変ってそれはねまあ,あの給料から考えると大変な割合をね支払っていましたので大変だろうなというね感覚でおりましたけども。 えー、不思議でられましたねなんで中古買うんだとでまあ中古はまあ確かにあの故障も多いし修理代もかかるということも当然ね、えー、言われて、えー、なんで中古買うのとで皆さんやっぱり、えー、新車を買ってですね、えー、金のお金の使い方が、えー、なかなか江戸っ子でですね、えー、スパッとね <laughs> まあ車に限らずですけどもえー その他ね例えば宝くじなんかもね買い方がね結構半端ないんですよ、えー、こっちがね心配しちゃうぐらいに、えー、買いますね、はい、ですからまあ、えー、そのお金の使い方がねもうエロっ子っぽいっていうかねあのかっこいいなと <laughs> 思うぐらいにスパッとね使えますね、はい、まあ,あの勇気があるというかね僕はあの気が小さいんでね えー、なかなかそれできませんけども <laughs>、はい、まあ2つ目はね、えー、タイの方が、えー、日本人よりどっここいいということうに驚きました次にですね3つ目3つ目ね驚いたことですけども、えー、タイの、ね、田舎に限らずっていうこともありますけども、えー、仏教がねとにかく、えー、生活の中に、えー、息づいてるということを感じましたね。 まあ今もね、えー、このバックグラウンドで、えー、タイの、えー、お坊さんのね「説法」が流れてると思いますけども、えー、こういう、えー、うちの嫁さんなんかも、えー、音楽のようにね流しております。はい <laughs> ですから家では、えー、ほぼ毎日、えー、24時間とは言いませんけども、えー、お,経お経が流れたりそれから説法がね流れたりしております。 でまああのバンコクにね僕3年ぐらい住んでいましたけどもその時にはねここまで生活に密着してるなっていう感覚は、えー、思わなかったですね、うん、でもまあ田舎に越してくるとですね、えー、よりその仏教とのつながりっていうのが非常に強いなという感覚を持ちましたでまああのー、最近ではそのバンコクのねバンコッコっていうのかなはそのまあお寺には当然行きますけどもそう頻繁にね えー、行くような感じじゃなくて、えー、なんていうのかなうんまあ友達と、えー、イベント的にね、えー、お寺に行ったりとかっていう感覚が多いですけども、まあ、こちらも日、えー、日々毎日、えー、仏教とのつながりがり非常に強いというこのタイの田舎に越してきてですねびっくりしたことの一つが、えー、この仏教とのね つながりがりりり生活の中にに入り込んでいるととうことにびっくししました次にですね田舎に越してきてねタイの田舎に越してきてびっくりしたことそれがですね周りでね宝くじにね <laughs> 当たる人がね多いです。で特、ね、にねうちのあの義理のお父さんね嫁さんのお父さんなんかはそうですね当たる時ね月 2回ぐらい当たってるんですよねまあ,あの10 1日と16日がね当選日なんですけども、えー、連続で当たったりすることもありますしそれから、えー、うちのね、その義理のお父さんに限らずですけどもお姉ちゃんであったりとかその周り友達いやこんなに当たるもんなのかね僕はほとんど当たらないので宝くじ日本で皆さんもそう当たらないんですよね宝くじね。 でも、ね、タイの人はねその夢で見たとかそれからそのうちのお父さんなんかは、えー、パッと思いついた番号を買うらしいですけどもそれが当たったりとかねいやーね恐ろしいぐらいですよ。ただまあ先ほどもお話ししたように、えー、江戸っ子のようにお金を使いますからあのー、買う時も、えー、半端ないです。ですから 外れる時も、えー、でかい外れ方も、えー、してるようですので、えー、年間を通じてね、えー、収益があるかっていうと何とも言えませんけどもまあそれでもねこれだけこう当たっちゃうもんなのかっていうぐらい当たりますはいなんでなんだろうね僕なんかもうほぼほぼ当たらないので皆さんどうですかねタイに移住されてる方結構当たりますかね、まあ、あとはまあ周りでね 宝くじにこう当たってる方も多いのかどうかねそれもちょっと、えー、コメントください <laughs> 次にですねこのタイの田舎に越してきてね、えー、びっくりしたことっていうのは、えー、結構ねタイの人っていうのは自分で何で何もやっちゃいますね、あのー、これね所得が少ないっていうことも影響してるとは思いますけども結構男性の方なんかは例えばえー なんていうのかななな畑を耕ですすすすででね工具とかかが壊れたりなんかするじゃないは日本人的にはすぐその修理屋さん持ってってっていうのは考えるんですけどもほぼほぼ直しちゃいますねうちのお父さんなんかもほぼほぼ直しちゃいますまあ,あの日本の方でもね、えー、結構フェイスブックでタイに住まれてる方、えー、結構自分でね直されちゃってる方なんかも非常にその水道工事やったりとか、えー、方も非常に多いのは見てますけども。 まあそれでもねやっぱタイの男の人は結構ね、えー、何でもやっちゃいますね、うん、そういうにやっぱりびっくりしますたまあ僕なんかは特に小さい頃から一応都会っ子あのハゲでもですね <laughs> ハゲなんですけども、えー、都会っ子でしてですからあのなかなかそのなんていうんですか工事関係とかまあ一応ね僕も二級建築士で建築士には携わってきましたけども僕はもう図面を描いたり 見積もりをする方だったので、えー、大工さん的な仕事はほぼほぼ、えー、やってなかったので、まあ、設備的な、ね、ことっていうのは頭に入ってますけども、まあ、多少はね、えー、この田舎に住んでやるようになりましたけどもそれでもねやっぱりタイの田舎の男の人たちはね、えー、結構大したもんだなと、えー、何でも水道工事からちょっとした、ね、水道工事からそれから、えーまあ、僕の えー、自宅の駐車場の屋根なんかもね、えー、お父さんグループでやってもらっちゃったりとか、えー、簡単なものはね、えー、結構パパパッとね、えー、やってもらいますまあ、えー、手間賃を払ってね、えー、僕なんかも逆に言うと、えー、安く、えー、作ることができてね非常に助かっておりますであのー、男性だけじゃなくてですね女性の人もすごいですよ あの僕の動画見てる方は何回かあるかもしれませんけどもえ川に川魚とかそれからさわがに取りに行ったりとかあとエビか川エビみたいなねそれでまあ当然それを料理してえおすそ分けもいただくんですけどもそれからこれから雨季になるとたけのこ狩りとかねまああのたけのこ狩りはねちょっとえ時期が来たらえご一緒させていただいてえその模様をねまた動画でねえ皆さんにシェアしたいなと。 えー、思っておりますけどとに、えー、かくそんな感じでね、えー、タイの男性女性の方、えー、特に田舎はね、えー、結構みんな自分たちでいろいろやってしまうとそれがねやっぱすごいなと、えー、思っております。はい、ここまでですね僕がタイの田舎に引っ越してきてね、えー、びっくりしたこと5つをお話ししてきましたけども、えー、いかがでしたでしょうか まあ番外編でですね、えー、もう一個お話しすると、えー、自宅の裏がですねもう大自然でして、えー、とにかくですねジャングルです。<laughs> あのー、裏の裏の山手ぐらいのところがですねあの実はあの国立公園になっておりまして、えー、非常にね自然豊かで、えー、もうジャングルみたいになっております。<laughs> まあ田舎に越して,きてですね えここも、まあ、僕なんかもその越してきたときにあんまり気づかなかったんですけどもドローンを飛ばしてですね上からちょっとそのドローンを飛ばすとですね、えー、もうジャングルなんですよね。<laughs> それでまあドローンでびっくりしたっていう感じですね。はい、まあ番外編としては、えー、こんなところかなと思います。えー、いつもですね、えー、動画を見てくださいまして本当にありがとうございます。 えー、今後もですねこのタイの、えー、移住のことであったりとかそれからまあ少し役立つことであったりとかそれからまあ,あタイのね、えー、方々の生活に密着したね動画なんかも、えー、お伝えしていきたいと思います4月のですね30日から実はあの友人がね、えー、日本から来ておりましてもうすでにねで、えー、30日からですね、えー、うどん谷でピックアップをして、えー、それからですね 文、えー、館,館はですねまあ1年半前に実は行ってるんですねで鯨岩とかねあの有名どころの、えー、観光地を、えー、回りましたけども実はねその時はあのドローンのねライセンスがまだ間に合ってなくてドローンが飛ばせなかったんですよねですから今回はですねちょっとリベンジで、えー、ドローンをね文館に飛ばしに行きたいと思っておりますでまああと1か所ですね、えー 蛇のねその模様みたいになったその岩のところがあるんですよね、文化には有名な観光地が。で、そこにですねできれば、なんかね、往復4時間半ぐらいかかるらしいんですけども、えー、行ってみたいなと思います。多分そこはね、多分僕1人で行くようになるんじゃないかなと思いますけども、えー、とにかくね、えー、月末から文化の方へ行って、えー、行きたいと思います。はい それではですね、次のまた動画でお会いしたいと思います。それではまた。